その方だけだ。おはようございます。すみません、お忙しいところ集まっていただきまして、私、新潟のソフト会社の平野屋という会社から来ました。昨日、朝6時、8時頃の飛行機で新潟から着いて、ね、12時頃着いて、夕方までずっと回ってました。なんで新潟のこんな男が、俺たちに支持するんだよっていうふうに皆さん思いになるはずなんですね。9年前、私、スコアドックトムというですね、ウェブサーバー上のシステムを作りました。それ何かというと、3カ所のゴルフ場で、ゴルフの競技が行われます。3カ所ね。それで3カ所のゴルフの競技が行われたものをみんな集めて、これとこれとこれの合計で一番いいところはどこ？これ男女総合って言うんです。昔天皇杯って言われてました。つまり野球とかサッカーとかバレーボールとかみんなあるでしょ。そういうふうなものっていうのは大抵女子と男子いますから、女子男子全部集めて、誰が一等賞、どの県一等賞っていうのを出すのが男女総合。それで女子の会場だけのものを出すのが女子総合。それで全部の個人と、団体、これをそれぞれでやったのね。今ここに、女子会場がありますよね。女子会場ね、少年男子会場ありますよね。成年男子会場ありますよね。昔ね、少女ってのがあったの、カテゴリーが。つまり18歳未満の子供たちの、18歳未満の女性たちにやってもらって、これとこれの総合ってのを出してたのね。ところが今はもう金ねえよってことでなくしちゃって、この中の1人を18歳未満にしましょうってことにしたので、女子っていうカテゴリー1個になったのだから、女子の団体と女子総合の一緒になるね。これよく覚えておいてください。それでゴルフっていうのは厄介なんですよ。他のスポーツっていうのがほとんどはトーナメントが多いから、前日までにどこが勝つっての決まってるわけだから、前日の夜にどっち1等どっち2等ってのを抜かしといて、チーム名だけ書いといて、1等こっちになったんで1こっち2って書いてポンと私が言うわけ。ところがゴルフの場合はね、ずーっと打ってって最低ここ一番最初終わって、次終わって、ここ終わるんだわ。それで47件から3人ずつ来ますから、150人近くがプレーをします。ここは28件だからもっと少ないけど、それだけの人間がプレーをした結果が最後の1人出た瞬間にみんな決まるわけでしょ。それで総合っていうのは8位まで、少女っていうのは8位まで出ます。で個人っていうのは8枚で済む。団体っていうのは、3人に対してプラス1監督が入りますから4人入りますよね。4枚出さなきゃいけないでしょ。 4×8 で32枚いるでしょ。ですよね。だからこれで40何枚いるわけですよ。でしょ。それで男女総合とか、女子総合とかも出るから猛烈な数ね、100枚以上の賞状を毎年打ってます。それを最後の1人がホールアウトしてからわずか30分以内にみんな出してるんですよ。それ以前はね、1時間以上かかってたの。なんでかっていうと、みんなエクセルで切り貼りしてコピーしてメール送りやっこして、それで、順位をエクセルで出して、それから賞状のすり始めしてたから。ところが今はどうなってるかっていうと、一人一人がサーバーにこの人が上がりましたよということでアテストっていうのがあるんだけど、それが終わったらデータを入力していきますから、データが全部入った瞬間にもう順位が全部出てるんですよね。そういうのやりゃいいんじゃねえのって9年前に僕話したんです。新潟大会の時にね、僕の友人が偶然市役所で「まさやお前エクセルの切り張りやるのやってくんねえ」って言うけど「いや3つの会場でバラバラにやるの俺無理だよ」それだったらインターネット上にデータベース置いといて、ブラウザーから入れてやって、それでちゃんと出ればいいじゃねえのってね。今バサッと話しました。国体で症状がこういうふうに出てたのね。いいですか、国体の目的っていうのは、私たちが請け負ってる国体目的、我が皆だよ、みんなだよ、ね、皆さん、松山市さんとか、隣の市、ごめん、いいや、そういうとこみんなが請け負ってるのね、愛媛っていうところで、どんなに、素晴らしいところかってことを、日本中の人に伝えなきゃいけないでしょ。何で伝わるかというと、式典なんです。これよく覚えておいてください。みんながこういうふうにプレーするでしょ。一生かけてプレー、一生かけてゴールをやってきた選手たちが来てプレーしますよね。そうしたところで最後に式典係にこの賞状が出て渡されるの。これね。それと同時にここにこういうところね。これね。これ団体ね。これ団体ね。あ、こっちが入れるの。うん、それで、その時に式典係にはこれも一緒に行くんです。これね、工場表っていうんです。8位まで何個いるっていうのがね、こっちもね、8位まで何個いるね。それで、式典係は、わーっとじゃあどうやって並べて、一緒にこうやって渡して、こうやっていきましょうかってことをね、いろいろと考えてる、今不安でしょうがないと思う。担当者がこんなふうに言われてるから、どうしたらいいんだろうかなんて思ってるわけだよね。いいですか、記録誌と式典係っていうのは非常に近しい関係なんです。つまり、全部終わったよと、女子のところで式典が記録が全部終わったよって言ったら、いいですか、女子も少年もそうですよ、女子も少年もすぐに記録をサインもらって戻ってきます。そしたら即座に3枚するんです、印刷。で、式典の開始を何時頃できますよということを3枚するんですけどね、実際にはね、女子の場合は3枚だ、個人と団体と、総合。どういうことかっていうと、式典のスタートの時には3枚だけ用意してあればいいの、ここに書いてあるんだけど、8時まではどうでしたよっていうことを皆さん内側で記録室の人が分かるから、それを出してやる、これを出してやるね、それからこっち側にも、成績表が出てくるから、その成績表にはサインをもらう、でサインをもらって帰ってくると、そこで記録確定なんで、それから式典が始められるでしょ、いい、記録室の隊長、いい、隊長って僕呼んでるけど、隊長だけじゃないですよ、皆さん全員が隊長という名前の役割ができるようになっててください。今回隊長さん、ちょっといらっしゃってないけれども、非常にあります。それが山口大会の時、非常に頑張ってくれてた人がインフルエンザで熱40度出して来れなかったからね、その人が来れなかったら式典できませんとか、この症状出ませんっていうことじゃん、それはダメですからね。僕は1人しかいなくて3会場を回って男子会場にずっと詰めてます。データを監視するのが僕の役割だから、皆さんこれから3日間練習をして症状を打てるようになるようになって、それで式典係の人にきちんと渡す。式典係の人ってね、2日目の、午前中、多分式典の打ち合わせがありますから、隊長必ず来てください。いいね、午前中。式典係の人は隊長に必ず声かけてください。いいね、式典係の人で、隊長何、誰々でいいよ。今、隊長いないから分かんないかもしれないけど、隊長って誰でもいいよ。誰が来てくれと。つまり、式典をもうちょっと話しておきますと、はい、ここで終わり、はい、スタートしましたって3枚いくでしょ、3枚いったのが読み上げられながら3人だけに渡されるでしょ、ね、でその時にこっち側記録して何やってるかっていうと、残りの100枚ぐらいをわーって印刷してケースに入れ出してるので、ケースに入れ出したやつを今度はそれを県ごとの袋に分けていくわけ、県ごとの袋に分けなきゃダメですよね、各県の方でこう渡すわけだから、ある県は個人1人が入らないだろうし、ある県は団体、個人、総合も入ってるだろうしということあるわけだから、それを記録室の方ではちゃんと分けて入れていかなきゃだめ、分けて入れておいて、式典がみんな終わるときに、みんな終わってわーって出てくるでしょ、出てきたときに持ってってもらわなきゃだめでしょ、わざわざ持って行きたがらない人なんかも県もいるんだけど、そういうところにも無理やり持たせてやる。じゃあその時式典のところのレイアウトはどうなって、出てきた人は誰で、その人の中まで8にどういう人がいるかね、いうの分かってるから、どの県の人にどれを渡すかってことももうみんな分かってなきゃダメでしょ、式典が入ってものすごく大変だろう。それで、今から6年ぐらい、5年ぐらい前かな、岐阜の大会の時に式典係のところに記録室の人間が行ってね、3位が 5組いたらどうすんのってそれを聞いた式典係の人が3位がなんで5組いるんだよとか言い出したってなってね、それでああやっぱり記録室の人間が行ってなきゃダメなんだなってね。同じスコアだったら同着になるんですよ。わかるでしょ。8位まで出すって言っても8位のスコアと同じ人がもしも5組いたら13位までは13席と僕は13席って言ってますね。13番目の席までは詰まってて最後の5組分は同じ8位でしょね。それみんな出さなきゃないんです。その上前に出て並んでてもらう時にどうしましょう。3位がいっぱいいた時が困るよね。そういうことなんかもね、何が起こるのか分かんないとね、もうそういうのとっても困るのね。ちなみに、ちょっと今この、の中で式典係の22ページだったかな、何ページだったかな、過去の症状実績一覧というページがあります。これね、もうちょっと前かな、過去の症状印刷実績一覧という。もうちょっとある動画でもうよく見えるので、四角い表が出てる、あ、これだ、こんなページ、あ、13ページ見てください。13ページのところに表が書いてありますよね。男子とか女子とかってことでね、規定は何枚だったけれどもこんな枚数になってると赤い字になってるでしょ。これのところ、ちなみに千葉っていうのはものすごく多く出てるでしょ。これ2日目雷が鳴って中止になりました。1日だけだとゴルフっていうのはスコアがそんなばらつかないからここ随分なってます。それから和歌山じゃないか、諫早だな、長崎、これも結構多い枚数になってますね。同着だったからね。それで、県から渡されてる賞状の枚数っていうのは記録室の方よく覚えておいてください。症状の枚数っていうのはみんな決まってます。何パーセントって間違えた分は何枚ぐらいなら間違えてもいいよってことで決まってるのね。ところがゴルフの場合はだってさ、8位が10組いたら5人ずつで5は40枚もうみんないるわけでしょ。それなのに普通の規定と同じ枚数しか来てないんです。だから記録していいですか、会長、副会長、副々会長、みんなよく考えておいてくださいね。大体順位が出て何枚足りないってのが分かったらどこの県をすらないかっていうのを決めてくださいね。ね、1枚しかない県をすって5枚必要な県をすらないでとか、いろんなパターンがあると思います。渡した時にその後でどういうふうになるかってことをよく決めておいてください。それでこの県の分は症状ないよ、足りないよってことをちゃんと式典係も理解してない。だとこの辺まで来ましたね。それでもうちょっとだけ話をしたところで、大体10時になると、式典係の人が関連するお話終わりますんで、そこまでいったところで一旦中休みをしますね。それで、式典係の方はいなくて結構です。その後は別にいてもいいんですけど。ちょっとだけシステムのことをね、話しておきます。これを知ってると安心だと思うんでね。ここにある後ろに今ありますパソコンがあります。これね、パソコン2台あるんです。これね、2台って片っぽは何やってるかっていうと、片っぽはシステムの中に入力をしていきます。これね、トム君にあ、どうもいらっしゃい、お疲れ様、ごめんね、なんか忙しいところ。大丈夫だよ、まだ始まったばっかりだからね。隊長、頑張ろうね。2台パソコンがあるんですね。それで、2台のうちの1台は、スコアドクトム君にデータを入れていくんです。それで、データを入れてって、順位表とか症状がみんなここから出てきます。ところが問題があります。ここで入力した人が間違えて入力してるかどうかってチェックできないでしょ。後ろで必ず1人チェックするんだけれども、それでも間違える可能性あるでしょ。で、どうするかっていうと、こっち側に Excel が入ってます。全く同じように、人の順位があるやつね。でこっち側にはホールバイホールで全部のスコアを入れてあげて、こっち側の方には、合計の数字だけを入れていくのね。でここの合計の数字とここの合計の数字がもし一致してるとしたらね、こっちの人とこっちの人が同時に間違えることはまずありえないっていうふうに考えますので、いいんじゃないのと。それでここで順位表が出てきます。症状ですね。症状出てくるけど、この症状の順位計算が間違えてるんじゃないのっていうのがありますよね。だってここに数字が合ってるだけだから、その数字入力した数字が合ってるだけだから、それが果たして本当に合ってるのっていうのは実は非常にわからないでしょ。で何をやってるかっていうと、こういう手張り計算っていうのをやります。手張り計算ね、手で張るんです。手で張って順位を出すんです。非常に原始的ですね。おそらくはゴルフができた当時から、これ課金マットなかっただろうけどあったやり方でしょう。絶対にこれは順位外しません。ですからこの順位の手張り計算がありますから、手計算がありますから、この3つが同時に一致してたら僕は安心して間違ってないねっていうことを言うね。でじゃあそのこういうふうなのはどこでどうなって出てくるのってことになってきますと、これだね、コピーする係、コピーして持ってくる係の人いますね。だったっけね、こういうふうなのをね、これね後で後ろで見れますけどね、こういうふうなのね、あそうか、式典の人は見ないかもしれないここでちょっとゴルフの説明をしますね。ゴルフっていうのはどういうふうになってるかっていうと、18ホールあるんだけど、ここにクラブハウスがあったとすると、アウトスタートって言って1からずーっと9、10から、あ、10から18から、1から9から18、9、10、11。いまだにこれ間違いますホールって言って1番から9番まで、10番から18番まで、これイン面白いですね。2番からスタートする方がアウトって書かれてるでしょ。10番からインって言われてるでしょ。こういうふうに言われてると思ってください。まあクラブハウスから遠くに行って戻ってくるっていうような考え方をしてたらしくて、今もうインもアウトもそういうふうな意味なんですから、日本のオールでそういうふうになってないですけど、ね、それで3人の人がここに並び一緒になって1組になります。3人が1組になります。それでここにちょっと書いてあるんだけど、スコアカードっていうのをつけるんだけれども、自分で自分のはつけないで別な人のをつけてやるのね。それでそのつけたやつをずっと18ホール回って終わったところで、アウトの1組目、インの1組目って言うでしょ。アウトの1組目、よーいスタートってしたら、次インの1組目、よーいスタートなんだよ。それでぐるっと回っていくわけね。それで回り終わったところで、これアテスト会場っていうのがあるんですけど、このアテスト会場で、チェックして、もうこれでいいねってなったところで、症状のコピーね。あ、症状じゃない、これ。スコアカードのコピーを行って、それを走って持ってくるのね。それでそれは同時にどこ行くかっていうと、スコアボードね、スコアボード書く人誰だったっけ。あ、そうだね、こっちはあ、そうだね、大事です。スコアボードっていうのは暫定的な公式のものなんですけれども、ものすごく記者とかがよく見てますんで、それでパー以下だとかパー以上だったら赤にする、黒にするとかね1日目の71で、2日目が72だったら足して100何本になるよとか、そういうのをみんな計算してやったりしなきゃいけないよね。これがね、雨だと大変なんだそれで、何回かの時ね、諫早の時なんかもそうなんだけど、大変だねっていうことで、記録室の人とこう交代してみたいなところね、これここでちょっと戻しておくね。なんかでね、こう動いたりなんかしました。だからこうみんなでチームとなって一丸となって、レイヤートンと当日を迎え、頑張ろうじゃないですか。私の電話番号とかなんか、これの2ページ目に書いてあります。2ページ目かな。携帯の番号ね、2ページ目に書いてありますね。記録室の皆さんは基本的に、後ろにいます、ゴルフ場の、責任者の方いるけれども、彼らには連絡をしないで僕に連絡してください。こんな困ったことがあったけどどうしたらいいんだってのは僕に言ってください。いいですね。みんな僕が請け負ってますで、あの2人はもう本当にわがままな全国からのゴルフ場の人たちが来てね、ゴルフの教会の人たちが来てね、おい、うちのスコアカードをすぐコピーして持ってこいやとかね、なんか言ったりなんかするんだわ。そういうのにこう過度なくこうね、対応しなきゃいけないんでね。それともう一個ね、記録室は広報室ではないんで、もし電話が来て、うちの何々県だけれども今何位だとかそういうことを聞かれても一切答えないでください。分かりません、それは分かりませんですよって言えばいいですからね。何年か前に記録室の電話番号が外に漏れちゃったんで、ゴルフ場の人がね漏らしちゃったんだから、こう貼り付けたから持ってって、ゴルフ場のフロントにまず電話が来るのね。ああ、長崎県だけど今うちの選手何位だとか来るわけさ。途中経過も分かんないでしょ。それなんかいいのね、言わなくてね、記録室に聞けばいいんだと思って電話かけるとすごく良かったです。長崎の時は長崎の NHK ですけどって電話が来ましたね。 NHK が電話してくるから本当にもう俺だけやがって記者よこせ、ね、記者よこしてスコアボードを書き込まれてるのを見て、それでこうやって速報するのがいいけど、記録室が今何位でございますかって言ってごらんなさい。後からその人が失格になったら大変なことになるでしょ。去年ありました。アテストをちゃんと通って回ってきて、それでさっき言ったように別な人が書くから本人が書いたのとチェックしてみたんだ、本人が。そしたら別な人が低く書いてたのね。これ過少申告になりますので即失格なんですよ。で、気が付いたのは本人ね。ゴルフっていうのは紳士のスポーツだよね。俺過少申告しましたっつってわざわざ失格になってくださったからね、僕は立派だなと思うけどね。かわいそうなのは間違えて書いたマーカーの人ね。間違えて書いたために相手が失格になっちゃったわけだから。いろんなことがありますね、ゴルフっていうのはね。それでこう3人がぐる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 回るよって話してたんだったね。まあそんなとこだね。それで、これも話しといた方がいいですね。選手3人いるんですけれども、A 選手、B 選手、C 選手っていうふうにみんな決められてて、この人たちがまず出て、次これ出て、次これ出てっていう、スタート表っていうのはこういう順になってます。それで、いいですか、A 選手が一番上手なの、朝の指示とかで、B 選手次に上手、C 選手は3人の中であんまりよろしくない。なんで一番上手な人が最後に出ないで最初に出るの？雨が降るでしょ。それでもし最後のこの人だけが雨のためにホールアウトしなかった場合には C 選手全員を除いた AB 選手だけで団体競技が集計されるのね。だから優秀な人が上に来てるわけで、個人戦はもしかしたらこの人がホールインワン連続で一等賞になるかもしれないから、どうなるかというと個人戦は不成立になります。雨になるとそういったことをいっぱいいろんなことが起こりますから、それに関しては僕の方で処理します。データの中にね、いじくるところはちょっと面倒くさいんで皆さんに任せるで、僕がやるとこが早いんでね。だから失格とかなんかそういうようなことが出たらスコアカードに理由書いてコピーしたものを僕にも送ってしまうね。そうすると僕の方で勝手にそれを処理しています。そうするとデータ上見るんでね。それで、大体5時頃にこれ終わります。みんなね、ホールアウトしてね、終わります。で、5時頃に終わった後でこれどうなるかというと、それが男子会場にファックスされて、男子会場でそれが、今度は共同通信さんの本社に送られます。それで僕のシステムからデータがダウンロードされて、共同通信さんの本社ではそのデータと全部チェックして間違ってないねと、サインされたものと僕のデータが間違ってないねと、いうことが分かった瞬間に、それからホームページの更新だとか全国への新聞への配信が始まります。だから皆さんの県のホームページの更新っていうのも夜の7時頃になります。7時半頃かな、7時頃まで僕は男子会長で詰めてますからね。っていう形で3日間、行われます。不安なこといっぱいあると思いますけれども、安心してください。今まで失敗したことありません。ギリギリのことはありましたけどね。ということで、あと最後一つだけ、もう10時なんで、中断、はい、これ、スタルダポーク、はい、ここで食うのは現金だと思うんで、袋破いて中の1個ずつ、みんな1つずつ持ってって、もうこれで終わりなんで。新潟の、新潟だけ限定販売です。はいはい、じゃあ、これで第1部終わります。なんで、知ってるわけの人、いいですね。よろしくお願いしますね。